2003年の日本グランプリは、ロードレース世界選手権の2003年シーズン開幕戦として、4月4日から6日まで、三重県の鈴鹿サーキットで開催された。この年のレースは、加藤泰二郎の事故死という悲劇に見舞われた。翌年以降、鈴鹿はグランプリカレンダーから外れ、日本 GP はツインリンク茂木で行われるようになった。125cc クラス決勝では、ステファノ・ペルジーニが、スティーブ・イェンクナー、ミルコ・ジャンサンティ、ルーチョ・チェッキネロとのバトルを制して、勝利を挙げた。チェッキネロは、ファイナルラップに試験不通過となったことから一旦は、タイムペナルティが課されたが、木畑区間で、ペルジーニにオーバーテイクされたことをアピール。最終的にはチェッキネロへのペナルティは撤回され、ペルジーニには、罰金が課されることとなった。地元勢の最上位は、6位の宇井陽一だった。250cc クラス予選では土曜日のセッションが雨でタイム更新が不可能だったこともあり、地元ワイルドカード勢が速さを見せることとなった。6度目の GP 出場となったハルクプロの青山弘和がポールポジションを獲得。2番グリッドには SP 忠夫レーシングの中須賀克之が続いた。グリッド2列目からはクラス唯一のフル参戦日本人ライダーとなった松戸直樹が5番手、大同ミューレーシングの高橋祐希が7番手からのスタートとなった。日曜日の決勝はマヌエル・ポジャーリが23番手グリッドから猛烈な追い上げを見せ、250cc クラスデビューレースで優勝を成し遂げた。2位には高橋祐希をファイナルラップの試験でオーバーテイクした青山弘和が入り、自身初の表彰台を獲得した。3位の高橋は前年のパシフィック GP に続いて2度目の表彰台となった。2年目のシーズン開幕戦となったMotoGPクラスの予選ではディフェンディングチャンピオンのバレンティーノ・ロッシがポールポジションを獲得、2番手にマックス・ビアジが続いた。地元勢最上位は3番グリッドの宇川徹、5番手にルーキーの玉田誠、10番手に中野真也、11番手に加藤泰二郎が続いた。このシーズンヤマハユーザー M1 の開発ライダーを務めることになった阿部典史は当初ワイルドカード枠での出場予定だったが、マルコ・メランドリの負傷代役として、急遽ワークスのフォルツナヤマハからエントリー、14番グリッドからのスタートとなった。決勝レースでは、このシーズンから参戦を始めたドゥカティをカルロリス・カピロッシが15番グリッドからロケットスタートを決めてトップに躍り出た。しかし5周目にはロッシがトップに立つとそのままリードを広げ、独走で開幕戦を制した。2位にはビアジー、3位のカピロッシはドゥカティのモート GP 初レースでの表彰台獲得を成し遂げた。地元勢トップは9位の中野真也だった。加藤泰二郎の初日曜朝のフリー走行での王春郎11番グリッドから好スタートを決めた加藤泰二郎は6位にまでポジションを上げ4位争いの集団バトルに加わっていた。しかし3周目の 130R の立ち上がりでマシンのコントロールを失う。体勢を立て直そうとしたがマシンはウィーブモードと呼ばれる激しい振動状態に陥ってしまう。操縦不能のまま左方向にコースアウトし、約時速 150km でタイヤバリアに接触。約 16.5 度という浅い角度だったためほとんど速度は落ちず、タイヤバリアが途切れた約 120cm の隙間の先にあったスポンジバリアに約時速 140km で頭から突っ込んでしまう。この時に頸椎を損傷した泰二郎の意識は戻らないまま、4月20日午前0時42分、収容先の三重県立総合医療センターにおいて、脳幹梗塞により息を引き取った。この事故発生を受けて、ライダーたちからは、コース外のセーフティーエリアの狭さを指摘され、サーキットの危険性を改善するよう要求が出された。サーキットの運営母体であるホンダは、翌年までにコース改修することが困難であるとして、9月19日に、鈴鹿での開催中止を発表した。予定では2005年からの再開を目標としていたが、結局日本 GP の開催地はツインリンクもMotoGPに固定化されることとなり、現在のところ鈴鹿での GP 開催は2003年が最後となっている。勝者ペルジーニ。ありがとうございます。